頭がすっきりしてスカッとするので、この季節頭が重くなる方とか頭痛持ちの方とかもすごく頭がすっきりします。大人女性の美容辞典、美容針担当のめぐむです。今日はこの湿気の多いジメジメとした季節に起こりやすい体の不調を改善する方法やツボをご紹介していこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。大人女性の美容辞典では美に関する専門家が様々な情報を発信しております。視聴者の皆様がきっとお役に立てるような内容がたくさんありますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。この湿気の多い季節に現れやすい症状としまして、体がだるい、頭が重い、足がむくむ、食欲がなくなる、胃がもたれやすくなる、眠りが浅くなるなどといった症状が起こりやすいとされております。今挙げた症状が起こりやすい原因としまして、東洋医学では湿邪の影響と言われております。湿度の高い時期になると体内の中に余分な水分や老廃物がたまり、その溜まった湿邪が冷えを引き起こし、血液の循環が滞り、体の流れが悪くなり、体がだるかったり頭が重くなったり足がむくんだりといった体の不調を起こすとされております。では今からその中でも頭が重いとか頭が痛くなるっていった症状を改善する頭のツボをご紹介していこうと思います。後頭部生え際の中央のくぼみから左右に触れる外側にある天柱というツボ、その少し隣にある風池っていうツボ、天柱風池、こちら頭が重かったり肩こり、慢性疲労に効果的なツボでありますので、ぐーっと後頭部に向かって押してみてください。ぐーっと押してみてください。ぐーっと押してみてください。次に耳から頭のてっぺんを結んだちょうど頭頂部にあるツボ、こちら百会というツボがあります。これも頭をすっきりさせたりとか自律神経を整えたりリラックスさせるツボでもあります。ここをぐーっとまた5秒押してみてください。これ頭がぼーっとする方、そういった方はこちらのツボをぐーっと押してみてください。次に耳の上側側頭部にあるツボ、ちょうど耳のてっぺんから少し上に上がったところに側骨というツボがあります。こちらも頭がぼーっとする方、頭が痛い方はこちらのツボをぐーっと5秒押してみてください。この側骨のツボはお顔のリフトアップにもつながるツボでありますので、ぜひこのツボぐーっと5秒押してみてください。今挙げたツボ以外にも頭にはたくさんツボがありますので、今から針をしていこうと思います。まず今挙げた百会、あと空中風池にも行きます。針自体は本当に痛くありません。まあ、こうやってね、頭に針をしたところにパーッと全身の血流がね頭に行くことによって頭がすっきりしてもうスカッとするので、ぜひこの季節頭が重くなる方とかちょっとね頭痛持ちの方とかもヘッドバリをしてもらうとすごく頭がすっきりしますので、すごいおすすめです。では今から湿邪を取り除くツボをご紹介していこうと思います。まず足の内側にあるこの骨を沿ってたどっていって、膝の下の方でくぼんで指が止まるところがあります。ここに陰陵線というツボがあります。この陰陵線というツボにぐーっと5秒押してみてください。ぐーっと5秒押してみてください。またこちらにちょっと針していきます。次に内くるぶしとアキレス腱の間にある指3本分上に上がったところにある伏竜というツボ、こちらもぐーっと押してみてください。ぐーっと押してみてください。こちらね、足のむくみにも効果的なツボであります。水分代謝を良くしてくれます。ぐーっと押してみてください。ここに針していきますね。次に手にあるツボ、親指と人差し指のちょうど交わったところにある
このツボ、合谷というツボです。こちらはもうね、万能のツボであります。体を元気にしてくれるツボだったり、美肌のツボだったり、あと眼精疲労にも効果的なツボであります。こうグーッと押してみてください。ここにも針していきます。次に手の内側のこの手首にある、そこから指3本分上に上がったところに内観というツボがあります。こちらもこのね、梅雨時に多い体のだるさを改善してくれるツボでもあります。こちらをぐーっと押してみてください。ここにも針していきます。ちょっと手なので自分で針するのは難しいんですけど、こうやった感じ。家でするときはね、このツボをぜひぐーっと5秒押してみてください。いかがでしたか？梅雨の季節になると体がだるい、頭が重い、足がむくむなどといった方は、今お伝えしましたツボをぜひ押してみてくださいね。当院の美容針はそういった体の症状とかも整えるツボも施術させていただいておりますので、気になる方は何でもおっしゃってください。今私がしているこのヘッド針もオプションでつけることができますので、頭をすっきりさせたい、リフトアップさせたい、頭をスカッとさせたいっていう方は、このヘッド針もぜひやってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また聞きたいこととかがありましたら、コメント欄にコメントの方もよろしくお願いいたします。